こんにちは。自己アフィリ一発屋の久保でございます。そうなんですよ。私はね、自己アフィリエイトで一発当てて、自己アフィリとトからいろいろ広げたんですけども、実はね、未だにやってるんですよ。未だに私もやりますし、未だに人に教えてます。で、えっ、ー、と、7月末の実績でですね、49万って方が1人とかね、5万っていう方がね、5、6人とかで、こんな感じでね、結構ね、自己アフィリエイトって、今でもね、あのー、私が始めた2013年と同じような形で、 自己アフィリエイトねまだいけるんですよまだいけるけども2013年ほどバブルではないです簡単ではないですよねだからこそ私みたいなあこういう案件がありますよこの ASP がありますよっていうふうなアテンドが必要なんですよねで2013年っていうのははっきり言って1個教えたら自力でやっぱり20万前後っていうのは自力でできました最初の1回目の講義だけでそれだけで20万ぐらいは稼げたんですよ今はね一件一件見てあげないとなかなかできないです えー、なぜなら予算が絞られてきたりとか自己アフィレートをやる人がね若干増えてきて簡単な案件でお金をあげるっていう風なねオーバンブルマイの事業者さんがいなくなったんですよね、えー、そうなんですよね認識されてきて皆さんの注目を浴びるようになると大体いい単価は 安くなりますなぜなら求める人がたくさんになってきて与える方が少しになるからですよねで私のやっていた2013年までっていうのは与える方が多かったんだけども受け取る人が少なかったんですよこのバランスがあったんで私はいい時期に参入したなと思いましたよね自己アフィリエイトを丁寧に教えてくれるサイトっていうのも当時はあんまりなかったんですけどもだからこそ私が受け取った最初のね自己アフィリエイトっていうきちんとしたコンテンツっていうのは私がねしっかりと使えるようになったということなんですよねさあ,あ自己アフィリエイトの一発だということで私申し上げました これが何でね、えー、一発やとイコールになってくるかっていうと実はねあの鉄トモっていうの昔あったのをご存知ありませんかねあのジャージで青と赤のジャージでこうやってなんでだろうなんでだろうっていう人ですよねあれが15年ぐらい前じゃなかったですかねあのテレビでかなり放送されてたのは私はあのテレビをね当時は少し見てたんで あの「エンタの神様」っていう番組の中で多分ね多分ですけども紹介されたのを見てあ面白いなと思ったんですけどもあの「んでだろう」の方って一発屋といいますかねあれ以外ネタはちょっと知らないですよね歌は上手いのは分かりますけどもうんどうですかねあの人今何してるのか分かりますかねうん確かめたわけじゃないんですけど噂によるとですね各地方のどさ回りをししてるらしいんですよっていうのが土砂回りってうん,なんかね落ちぶれたようなイメージはありますけど逆で。 例えばあと公民館で300人ぐらいしか集まってないところに何でだろうをやりに行くとやっぱギャラが20万とか30万とかドンとくるらしいんですよ一晩で30分ぐらい出てですよむちゃくちゃいいじゃないですかねだかこういうことを繰り返して巡業するのが土佐回りっていう言い方もあるらしいんですけどもテレビで有名になるテレビに出させてもらうそうするとですねももう5年前10年前前10の芸人さんでもあ あのテレビで出てた人がついにうちの町にも来てくれるんだってことで結局テレビでは視聴率が取れないけどもライブでは視聴率が取れるんですよね参加率が。ででギャラも高いといととうことで実は今 ああいった、ね、一発屋の芸人さんって、えー、テレビメディアに出るよりも自分で、えー、もっと自家営業かなんかわかんないですけどもね土さ、えー、回りをした方が楽に稼げるっていうことがあるらしいんですよだからテレビに出てる暇がないらしいんですよテレビなんて安月給のところに出てる暇がないという発想らしいんですよこれは鉄腕のともさんにあの聞いたわけでも何でもないんでこういう考え方のもとは私は自己アフィリエイトをやってるってことですからねもうあ,あくまで比喩ですから私は自己アフィリエイト確かに 2013年からの3年間で300万以上の自己アフィリエイトの売り上げ、利益をいただきました。うん、ですので、1000万とかね、やりきったってことなんですよ、1000万。で、多分1000件以上やってます、私は自己アフィリエイト。で、いまだにやってるわけですから。で、カードなんてね、ブラックになっちゃう半年後にまたやって、ブラックになっちゃうまた半年後 <laughs> やってみたいな感じで、ほんとね、蛍光灯みたいにパープかパカパカパつけたり消えたりするんですよ、自己アフィリエイト。でもそれは一発屋だからこそできるんですよね。こうして、私は300万稼いだってことを吉谷さんにも紹介していただいてね。 うんであの自己アフィリエットをもうやるんだったら久保に来てみたいなブランドができているとしたら一発屋だからこそなんですよね、まあ、ですので一発当てるとそれがずっと使えるってことなんですよだから一発当ててほしいなと思うわけなんですよねあの蓄字投入といいますかそこそこずっとできるよりも一発当ててそれをずっと使いこなしていくっていうのがあの手元のカードを使いこなすってことなのかなと思いますけどねえーまあ、まだやってんのって言われますけどもまだやってますよあなたはまだやってないんですか まだまだ言ってるんですか?」って聞いちゃいますね私はね。で失礼します。